ゴーシュシビレイは、オーストラリア固有のエイの一種である。沿岸に生息し、全長40センチメートルになる。胸びれは大きく、尾が非常に短いため、体型はようなしである。背面は褐色、目は小さく、口は大きく広がる。夜行性で、サデーテイに生息する。200ボルトに達する強力な電気ショックを発生することができる。貪欲な捕食者で、 主に低制魚を食べる。自分と同じ大きさの獲物を捕食することもある。無体盤生体制で3指数48。経済的価値はない。IUCN は軽度懸念と評価している。1795年、ザ・ナチュラリス・ミスレイニーにおいて、英国の動物、植物学者、ジョージショ賞によって記載された。これには、フレデリック・パリドー・ナダーによる、 漂着個体の挿絵が付けられていた。ショーは本種をアンコウの一種と考え、タンヒレのアンコウを意味するローフィアス・マナプタージアスという学名を与えた。これとは別に、1852年のレビューイマガシンでズラジーにおいて、フランスの動物学者、オーギュスト・デュメリルはニューサウスウェールズ州より得られた2標本をもとに記載を行った。彼は本種が獲物を麻痺させることにちなみ、 ギリシャ神話のヒュープノスに由来するヒップネスサブンネグラムという学名を与えた。その後、ギルバート・パーシー・ホイトリーは、ナダーのサシエとデュメリルの記載した種が同種であることに気づき、学名はヒップネス・マナプタージアスとされた。1902年、エドガー・レイビンズ・ウッド・ウェイトは、白人がリバタテ派族の学名がヒップナであることから、ヒップネスという学名を無効として、 ヒプナースという名を提唱した。だが国際動物命名規約によると、この変更は不要であり、現在、ヒプナースはジュニアシノニムとされている。英名コフィンレイは、死後に膨張した、漂着個体が、棺のような形になることから名付けられた。クランプフィッシュ、エレクトリックレイ、ナンフィッシュ、ヌンビエ、ショート、テールエレクトリックレイ、トープドなどと呼ばれることもある。 形態系統解析によると、本種はマトシビレイ属に近縁である。このため、マトシビレイ属とともに、マトシビレーカに,に含められ、単型赤のヒップニンに分類されているが、これをトガに昇格させヒップナデイを立てる場合もある。オーストラリアネタイ、温帯域の広範囲に分布するが、東西に隔離分布している。西の分布域は、 南オーストラリア州のセントビンセントアンからブルーム、東はイーデンからヘロン島まで、ビクトリア州、タスマニアには分布しない。沿岸性の低制魚で、通常は水深80メートル以前に生息するが、水深240メートルからも記録がある。砂浜、川口、湾などの砂底底を好むが、モバヤ岩礁、サンゴ礁でも見られる。大きな胸びれと短い尾が特徴。 体型は洋なし型で、他のどのエイトも異なる。体は柔らかく、腎臓型をした大きな発電器官が頭部の左右にある。胸びれは幅と長さがほぼ等しく、中央は分厚い。前縁はほぼ直線で、緩く凹んでいる。目は小さく、短い柄がある。その後方には、目より少し大きい噴水口があり、この周囲に非弁がある場合もある。鼻光は、 口の前方で、溝で口とつながる。ビシビラは口を覆う。口は、かなり大きく、よく広がるが突き出すことはできない。生体では、角額に60以上の歯列が並び、歯には3個の長い先頭がある。エラ列は5体。腹器は、比較的大きく、前方は、胸びれと融合する。背びれは2機で丸く、尾ひれの近くに位置する。尾ひれは、背びれとほぼ同じ大きさで、 上下対象、円は丸い。尾は、非常に短く、腹期の円とほぼ同じ長さである。皮膚には皮場がなく、シワが寄った部分もある。背面は褐色だが、赤、ピンク、黄、灰色などを帯びることもあり、不規則な明暗の模様がある場合もある。覆面や、噴水口の皮弁は青白い。最大で70から92センチメートルになると思われるが、 通常は40センチメートル程度である。よく打ち上げられる。泳ぎは遅くぎこちない。夜行性で日中は噴水口を出して砂に渦もれている。刺激するとおそらく防御反応として砂から飛び出し口を開けて泳ぎ回る。調汐によって打ち上げられることもよくあるが、それでも数時間は生存音する。他の守備例のように、 筋組織由来の発電機関を持つ。最大200ボルト程度の発電能力があり、電圧を弱めながら10秒間に50回のパルスを発することができる。これは捕食、防御双方の目的で用いられる。餌は主に定性の甲骨魚だが、イカや甲殻類、多毛類も食べる。イカら、ペンギンやネズミが発見された例もある。待ち伏せ型の捕食者で、近づいた獲物を、 頭から丸飲みする。かなり巨大な獲物を捕食することもあり、6 0トルの個体が7 0トルのコチを飲み込み、尻尾が口から突き出ていた例もある。大きすぎる餌を飲み込もうとして死んだ個体も確認されている。無体盤星体制で卵黄を使い切った胎児は、子宮からの分泌物で成長する。三指数48で、 夏に8から11センチメートルの死魚を生む。死有ともに40から48センチメートルで生成熟する。寄生虫として、常虫のアッコアンソバトリアムアンジェリー、レイシーストリンカスドルフシー、センチューのイクアイナセファラスオーバーストリティなどが確認されている。近づいても砂から出ないので気づかずに接触して電気ショックを受けることがある。命に関わるほどではないが、 かなり強力で、ホースで海水をかけるだけでもショックを受ける場合がある。経済的価値はない。1883年、エドワード・ピアソン・ラムジーは、本種をポート・ジャクソン湾に生息する、エイの中で唯一食べられないものと評している。底引き網で根格されるが、丈夫であるため生きたまま海に戻される。ロブスター・トラップやスピア・フィッシングでも捕獲される。 分布域が広く、生息数も多いため、IUCN は本種を軽度懸念と評価している。水族館でも飼育されるが、生き栄が必要である。ありがとうございます。